こんにちは、クリプトタイムズ代表の新井です。今回の動画はなぜ暗号資産業界にアルトコインバブルが来ないのかっていうのを解説したいと思います。私は2017年より暗号資産業界に参入しました。2018年にはクリプトタイムズという Web3 の暗号資産メディアを立ち上げました。個人としても会社としても数多くの暗号資産のプロジェクトに投資をしてきた実績がございます。皆さん多分アルトコインバブル非常に心待ちにしていると思うんですけれども、なぜアルトコインバブルというのが現在まだ来ていないのかというのを私の観点から解説していきたいと思うので、最後までご視聴お願いいたします。まずですね、今回このアルトコインのバブルっていうのは、いわゆる狂ったような上げ相場っていうふうに僕は定義していきます。そこをですね、頭に入れた上でこの動画もぜひとも見てください。じゃあ結論から申し上げますと、この2017年末であったりとか2020年の半ばから2021年末に起こったこのアルトコインバブルっていうのがなんで来ないのかっていうところに言いますと、まあこれは市場が成熟してきてしまった、まああとはですね、資金の流れ、そしてですね、投資家の行動の変化というのが私は影響しているんじゃないかなっていうふうに考えています。これどういうことかっていうのを深掘っていきたいと思います。そもそもですね、これまず市場にですね、お金が流れてこないっていうのが一番の大きな理由になっているかなと思います。まあ、2017年末もですね、2020年もですね、まあ、市場にお金がどんどん参入してきたわけですね。これどこからじゃあお金が参入してきたかっていうと、既存のユーザーかっていうと、そうじゃないっていうふうに考えています。これなんでかって言いますと、まあ、過去のウォレットの変異数とかを見ると、ウォレット数というのは増加傾向にあったのがこの時代だと言われています。なのでこれはどういうことかと言いますと、市場外から新規のユーザーがどんどんこの暗号産業界に入ってきてたっていうような事例があります。単純に今2024年現在でいうと、この新規ユーザーが、まあ、当時と比べてもですね、やっぱり減少している傾向、まあ、緩やかにしか増えてないんじゃないかなっていうふうに考えています。新規ユーザーが仮に入っていたとしてもですね、まあ、市場自体があまりつまらない相場、価格も全然動かないとか、アルトコインの価格がどんどん下がっちゃうっていうような形で投資をしてもどんどんですね、死んでいってしまう、要はアクティブじゃなくなってしまうんじゃないかと考えています。まあ、なので、まあ、当時の2017年や、まあ、2020年というのはですね、まあ、ここで要は価格がどんどん上がっていったこともあるため、まあ、新規ユーザーがどんどん増えてきました。で、新規ユーザーがどんどん増えてくるってことは、お金の回りも良くなるってことですね。なので、まあ、ここでですね、まあ、アルトコインのバブルが始まるっていうのは、ある種ですね、この新規ユーザーが増えないといけないのかなっていうふうに僕は考えているわけです。じゃ仮にですね、まあ、別に新規ユーザーが増えなくても、既存のユーザーだけでもですね、お金が入りさえすればいいと思うんですけれども、既存のユーザー、まあ、いわゆる投資家もですね、自分たちが投資できるこの金額っていうのに、もちろん上限があるわけですね。この上限が全然増えていかないので、まあもちろんここで既存のユーザーからの資金流入というのも、まあ望めないですと。まあ他にもですね、まあ現状ですね、これ考える私の理由なんですけれども、既存のユーザー、投資家とかがですね、まあ直近ミームコインのブームというのがあると思うんですけれども、このミームコインに目を向けて、まあおもちゃのように投資をして、まあ価格が上がってすぐ抜ける。まあ、ミームコインに投資をして価格が上がってすぐ抜けるっていうようなことをめちゃくちゃ繰り返してる傾向があるっていうのがデータで出ています。なので、これミームコインに対しての、まあ、高リスク、高リターンのところに投資をすることによって、まあ、リターンをですね、持ち帰れる、まあ、既存のユーザーはいいんですけれども、まあ、どんどん資金を失っているユーザーも数多くいるんじゃないかなっていうふうに考えています。で、まあ、ミームコインにお金が流れてですね、まあ、いわゆる、まあ、アルトコインというところにお金が全然流れていないので、アルトコインの価格もですね、全然上がらず、ユーザーがどんどん非アクティブになっているんじゃないかなっていうふうに私は考えています。まあ、なので、この既存のユーザーがミームコインに集中するというのは、まあ、ある種ですね、あんまり良くない傾向なんじゃないかなっていうのは私は個人は思っています。まあ、2024年の、要は ATH と呼ばれる、オールタイムハイと呼ばれるですね、過去で一番価格の高い通貨っていうのが、まあ、このオールタイムハイっていうことなんですけれども、まあ、これを見るとですね、まあ、ほとんどがミームコインなんですね。要はこの2024年になってから昔の通貨が ATH、 要は一番高い状態になったっていうのは存在はするんですけれども、結構ミームコインの方が多いのが現状になっています。今、まあ、新規ユーザーが増えないっていうふうに言ったんですけれども、じゃあなんで新規ユーザーが今度増えないかって言いますと、まあ、いわゆるこれビットコインがですね ATH しないからっていうところはあるんですね。まあ、ビットコインが ATH し続けるというのがですね、まあ、次にアルトコインバブルが来ないとされている理由だと思ってます。まあ、ビットコインはですね、まあ、ビットコインの ETF が1月、ビットコインの半減期が4月というところで、これらの2大イベントが終わって価格自体はですね7万ドルを超えて ATH は一時的にしました。しかしその後はですね、ビットコインの価格というのは落ちてしまって、7月の上旬にはですね一時5万4000ドルぐらいまで下がってしまったわけですね。
まあ、現在6万6千ドルぐらいまで戻しているんですけれども、現状ですね、このいわゆるレンジ相場と呼ばれる6万ドルから7万ドルぐらいの間を、まあ、ずっと行き来しているような相場になっています。で、過去のこの2017年の事例であったりとか、2020年の事例を見るとですね、このビットコインの ATH、要はずっと価格を更新し続けるっていうようなことがありました。まあ、2017年で言いますと、30万台ぐらいからビットコインの価格が一気に220万ぐらいまで、まあ、ものの1ヶ月ぐらいでもうどんどん毎日上がっていったんですね。このビットコインの爆進によって2017年他のアルトコインもどんどん価格を上げていきました。2020年も同様のことが起きまして、コロナショックがあります。その後に半減期があります。まあ、その後にですね、まあ、金融緩和っていうような条件もあったと思うんですけれども、世界的にお金がジャブジャブと刷られました。で、お金余りになって半減期で供給量が減って、まあ、お金はでも余ってるっていうところで、各国の投資家とかがビットコインにおそらく目を向けたんだと思うんですけれども、ここでですね、まあ、ビットコインの価格、コロナショックで一時30万ぐらいにまた落ちたんですけれども、ここからですね、まあ、あれよあれよと、まあ、どんどん価格が上がっていきまして、まあ、一時期まあ4万ドルぐらいまで行きました。で、まあ、ちょっと落ち着いたと思ったら、まあ、そこから2021年の、まあ、1月とか2月ぐらいだったと思ってるんですけれども、そこぐらいにかけて、まあ、7万ドルに向かって価格を上げていきました。なので、ここのビットコインの続伸というのが2段階だったわけですね。こうやってそこの間はですね、いわゆるアルトコイン、まあ、価格が若干下がったりもしたんですけれども、若干下がった後は、まあ、ビットコインにつられて全体的に市場にお金が入ってきたっていうこともあって、ビットコインの価格が上がるとともにアルトコインの価格も上がってました。なので、まあ、絶対条件的にこのビットコインの価格が上がり続けるというのもアルトコインバブルの要は1個の条件なんじゃないかなと思ってます。現状はですね、さっきも言った通り6万ドルからだいたい7万ドルの間を行ったり来たりするレンジ相場になっています。なので、現在ですと、まあ、価格が上がりきってない、いわゆる狂った相場じゃないので、アルトコインもここに釣られないのかなっていうふうに思ってます。まあ、前のセクションでも話した通り、まあ、価格が上がんなければ新規ユーザーも入ってこないよねっていうところがあって、ここの2つは相まってアルトコインバブルがまだ来てないんじゃないかなと思ってます。続いてのアルトコインバブルが来ない理由というところで考えますと、実は ETF の承認というところは僕あるんじゃないかなっていうのはちょっと思っています。これどういうことかと言いますと、まあ、今ですね、このビットコインの ATH が必要だよねっていうのがあったと思うんですけれども、この ETF が今度承認されました。まあ、以前の動画で僕ビットコインの需要と供給の関係で、要はビットコインの供給量半減期によって減ります、でも ETF が増えてビットコインの需要が上がるはずだ、だから価格は上がるんじゃないかっていうふうに言ったんですけれども、まあ現状ですね、まあ今言ったように6万ドルから7万ドルのレンジ相場になってます。現状のこのレンジ相場っていうところであれば、まあ例えばですね、投資家、要はもう本当に暗号資産業界じゃなくて一般の投資家の心理的に言うと、まあもうビットコインだけ買えばいいんじゃないっていうふうに思う方が多分いっぱいいるんじゃないかなと思ってるんですね。今までであれば、例えばじゃあバイナンスでもバイビットでもどこでもいいんですけれども、例えば暗号資産の取引所の口座を開設する必要がありました。で、アルトコインが欲しかったらそこにですね、お金を入れたり、まあ、ビットコインを買ったりして、まあ、アルトコインに変えたりっていうようなことをしなければいけなかったです。しかし、このビットコイン ETF が通ったことによってですね、この暗号資産取引所を介さずとも、まあ、証券会社とかを経由してビットコインを購入することができるようになったわけですよ。まあ、直近ではイーサリアムの ETF が承認されたわけですけれども、イーサリアムが誰も買えるようになったわけですね、証券会社経由で。なので、別にこのバイナンスやバイビットのような取引所やウォレットをわざわざ作る必要がないので、まあ、アルトコインにお金が流れなくなったんじゃないかと。暗号資産を買いたいんだったら、まあ、証券会社経由のこの ETF でビットコインやイーサリアム買えばいいんじゃないかなっていうようなユーザーが増えたんじゃないかなと思ってます。だから実際には、まあ、資金流入というのは、まあ、ありますと。狂ったほどあるわけではないんですけれども、資金流入あるけれども、価格が上がらないというのは、実はこの ETF が原因でビットコインやイーサリアムっていうようなところに資金が集中してるんじゃないかなと思ってます。これはですね、まあ、投資家のですね、まあ、行動変異っていうところですよね。まあ、従来ですと、まあ、アルトコインとかに投資して、一攫千金夢見ようっていうようなユーザーがいっぱいいたのが、まあ、ETF が一般的になったことによって、自分たちで、まあ、煩わしい資産の管理をしなくてもですね、この ETF を使うことによって、まあ、この証券会社とかが管理してくれるし、まあ、簡単に購入することもできるからっていうような行動変化が起きたと考えています。で、ここまでがですね、いわゆるビットコインの価格っていうところであったりとか、まあ、新規ユーザーが増えないっていうような事例だったんですけれども、ここから先がですね、まあ、ちょっと特殊な事例になっています。次、私が考える問題としては、いわゆる今のトレンドっていうのがエアドロップっていうトレンドになっていて、かつですね、この新規上場の通貨がハイFDV、ロープロート問題っていうのが抱えています。
これどういうことかっていうのを解説したいと思います。このですねハイ FDV ローフロート問題っていうのはですねどういうことかと言いますと、もう本当にこの英語の通りで、要は非常に高いバリュエーションをつけるけれども、要は非常に少ない、要は流動性しかないっていうような形なんですね。これどういうことかと言いますと、ちょっと説明するのも非常に難しいんですけれども、暗号資産業界の要は考え方の中に時価総額っていうような考え方があります。これは単純に、市場に出回っているコインの枚数かける価格っていうので時価総額っていうのが出てきます。まあコイン月光のところでですね、まあマーケットキャップとか時価総額っていう項目が出てくると思うんですけれども、そこの横にですね FDV っていうのがあります。この FDV って何なのかと言いますと、この FDV っていうのはコインの総供給量かけるこの通貨の価格っていうのがこの FDV っていう風になってます。で、最近の新しいアルトコインに関してはですね、このハイ FDV ローフロート問題というところで FDV はめちゃくちゃ高いのに流通量が非常に少ないというような問題が起こっています。これどうしてこれが問題なんだっていうところで言いますと、要は時価総額がまあ少ないんだったら要は伸びしろがあるんじゃないのっていう風に多分考える方もいるかと思うんですけれども、要は例えばバイナンスでですね、ここ半年から1年ぐらいに上場した通貨っていうのがあるんですけれども、これらの上場した通貨っていうのは今だいたい上場してからまあ 50% から 70% 以上の価格下落っていうのを起こしているんですね。いわゆるバイナンスに上場したアルトコインっていうのは価格が上がるっていうのは通例だったんですけれども、それにもかかわらずわずか半年から1年ぐらいで価格が一気に落ちてますと。これがまあローフローとハイ FDV 問題っていうのが関係していると思っていて、まあ単純に言うと流通量が要は少ないですと。でこれじゃあどうやったら流通量増えるんだっていうところで言うと、このプロジェクトごとにはですね、まあ VC 要はベンチャーキャピタルから資金を調達してますと。でこの資金を調達している VC に対してトークンを要は売ってるわけなんで、この VC たちのトークンが徐々にロックを解除されていくわけですね。まあそれ以外にも要はまあトークンエコノミクスっていうのがあるんですけれども、この中のアロケーション、トークンの分配の中で、まあ段階的にトークンが解放されていくよっていう風になっていますと。でも市場に例えば出ているトークンが 10% で、そこからじゃあまあ半年後に 15% が増えるよってなったら、まあ 25% になるわけなんですけれども、その間にこの 15% トークンが市場に出てきますと。この市場に出てきたトークンは一気に売られることがまあ想定されるわけですよね。で、価格が仮にじゃあまあ 0.1 ドルで買ってたとして、まあ 0.5 ドルで5倍の要はリターンが現状あるとして、ここで 15% 分が増えますと。そしたらですね、まあ普通に考えたら、現在5倍のリターンがまあ半分、2.5 倍ぐらいのリターンになるまで売られるっていうことが考えられますと。これをですね、要は今後も定期的にロックが解除されていくわけなので、流通量が増えれば増えるほどこのトークンの売り圧っていうのがどん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 出てくるわけですね。これが今非常に暗号資産業界では問題になってますと。なんで問題になってるんだっていうところで言うと、そもそもこれから売り圧がめちゃくちゃ降っているトークンを誰が二次流通市場で買いたいんだって話なんですよ。だってそうですよね。今のトークンがまあ有望そうだなと思って 0.1 ドルで仮に買ったとします。でも1ヶ月後にですね、この VC のロック分が外れるとしたら、この1ヶ月以内で価格落ちそうじゃないですか。なのでもうここで現状買う必要がないわけですよね。なのでユーザーはこれをどん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 売っていこうっていう風な考えになると思うんですよ。なのでこのローフローとハイ FDV 問題っていうのが非常に問題になってます。現状ですね、バイナンス的には市場に出ているトークン量が 20% 未満はもう結構しんどいよねっていう風に言っているともされています。またバイナンスがですね、ハイ FDV ローフロートのこのリサーチレポートっていうのも出してますし、まあ、弊社が提供するですね CT アナリシスというリサーチレポートでもこのハイ FDV ローフロート問題というリサーチレポートを出しているので、ぜひともこのレポートも参考にしてほしいんですけれども、本当に業界全体でこれが問題になっています。なので、まあ、この ROI が低いもの、もしくはですね、まあ、結構危険なものっていうのは、この投資家自体はですね、わざわざセカンダリー、まあ、二次流通市場で買ってまで投資をしないんじゃないかなっていうふうに考えてます。まあ、それによってですね、この価格っていうのも上がりづらいんじゃないかなっていうふうに考えています。またこれじゃあなんでローフローとハイ FDV 問題が起こるかっていうのももう一個考えるとするとですね、このトレンドがですねエアドロップに移っているっていうのもあるかなと思ってます。このエアドロップというのはトークンのこの 100% の中のアロケーションの一部をユーザーに付与するよっていうような形になってます。で従来はですねここが別に明かされてなくてトークンが上場しますよっていうタイミングでサプライズ的な感じでエアドロップが付与されるっていうようなケースがありました。まあでも最近のトレンドで言いますと、まあエアドロップを事前にやるよ、ポイント稼いでね、このポイントに応じてエアドロップにコンバートするよみたいな形の煽り方をするようなプロジェクトが多くなってます。そうなるとどうなるかと言いますと、プロジェクトはこの 100% の中からエアドロップ分を要は抽出しなきゃいけないわけですね。とは言ってもこのエアドロップ自体は売られることを前提としてプロジェクトも考えているはずなんですね。で、まあ投資家
まあ、いわゆるベンチャーキャピタルとかの要は資金のことも考えなければいけない、まあ、トークンのこのいわゆるエコノミクスを考えた時にエアドロップがあることによってでもなるべく市場には出る流通量っていうのを減らさなければいけないっていうのを考えてると思うんですね。従来であれば本当にバイナンスに上場するのがじゃあ全体の 15%、 エアドロップが 1%、 まあ初期投資家の要はアンロックが 5%、 例えば 25% みたいな形でなっていたのをここでエアドロップの割合を例えばじゃあ 5% とか考えてきたとすると最初のですねまあじゃあ流動性の中にエアドロップ 5%、 まあバイナンスに上場のところはじゃあ 10% でも VC のところはエアドロップの分を増やしたからじゃあこれは 2% とか 1% にしちゃおうっていう形で従来とはこの割合というのが変わってしまったんですね。そのためこのハイ FDV ロープロート問題というところにも直結してきていると思っていまして、将来この売り圧が非常に多い通貨っていうのがまあここで誕生してしまうわけですね。これまあ僕はエアドロップが一種のですねまあ諸悪の根源じゃないかなっていうふうに思ってます。エアドロップの割り当てをですねもともとは非常に少なかったりとかしていた分があるんですけれども、ここでまあある程度のエアドロップの分を確保してしまったがゆえに、まあまあまあ他にもいろんな問題あると思うんですけれども、このトークンアロケーションでエアドロップのことを増やしてしまったがゆえに市場に出回る量っていうのもいろいろ考えなければいけなくなってしまったので、結果的に新規のアルトコインが上がらない、新規のアルトコインが上がらないってことはまあ暗号通貨市場まだまだなのかなっていうようなことで新規ユーザーも来ないっていうところが、かかってきていると思います。そして最後にですね説明するのがイーサの資金ロックとイーサのデフレモデルっていうところになります。これも先日したエアドロップっていうところにもちょっと関わってきているんですけれども、現状ですねこのエアドロップのトレンドというのはイーサリアムをそのプロダクト、要はエアドロップが期待できるプロダクトにロックしましょうというような傾向が多くあります。まあこれいわゆる今流行りのリキッドステーキング、リキッドリステーキングって呼ばれるようなプロトコル、製品のスマートコントラクトにイーサを預けると将来的にエアドロップで通貨を上げるよっていうふうに言われているんですけれども、まあ、言ってしまうとですねここによってイーサリアムの流通量が減るんですね。イーサリアムが要は資金がロックされることによって減ります。でこれどうなるかと言いますと、このイーサリアムはですね、まあガスとして使われれば使われるだけ、どん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 バーンされていって、デフレの傾向にあるんですね。まあしかしですね、まあイーサリアムのこのアップグレードが行われたことによって、まずガス代っていうのも、いわゆるかなり削減されました。まあそれによってっていうところもあると思うんですけれども、イーサリアムのガス代が低くなったことによって、このデフレ度合いっていうのがどん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 減少してきたんじゃないかなと思っています。さらに、この資金がロックされて流通量が少なくなるはいいんですけれども、要はデフレのところが少なくなってきたことによってまず1個このデフレモデルで要は減少していく量が減っていったので、いわゆる需要と供給が要は弱まっていったっていうところがまず1個考えられます。またですねこのイーサリアムのリステーキングだったりリキッドステーキングの際にイーサリアムをロックするっていうふうに言ったと思うんですけれども、これ2020年もですね実はディファイサマーっていうのがあったんですけれども、同じようにイーサリアムをロックするっていうような動きがあったんですね。でもこの時との絶対的な違いとしては現状はですね、いわゆるイーサリアムをロック仮にしたとしてももらえるエアドロップっていうのは、まあ、ビビたるもんっていう風に多分ユーザーがどん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 学習してきてしまったんですね。そのため、まあ、いわゆるこれイーサリアムを例えば1枚ロックしても別に全然うまくないなっていうのを気づいてしまいましたと。いわゆるクジラゲーって呼ばれるたくさんイーサリアムを持ってるやつしか得をしないというようなゲームになってしまってますと。しかし、まあ、2020年の、まあ、イーサリアムを少額でもロックしていれば、例えば2020年と比べますと2020年はですねイーサリアムを1枚ロックすればその分のリターンっていうのも非常に大きかったっていうのもあります。なのでこのディファイサマーっていうのが生まれたんですけれども、このディファイサマーでたくさんの利回りがイーサリアム1枚だけでももらえましたと。そうするとユーザーどういう行動に走るかと言いますと、あ、イーサリアムもっと買った方が要は利回り多くなるよねっていうところで市場にイーサリアムの買いが入ったんですね。なのでイーサリアムはどん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 上がっていったっていうふうに言われているんですけれども、ここで供給よりも需要が高まったのでイーサリアムの価格も上がったと思うんですけれども、現状はこのイーサをロックしてもあんまりうまみないんじゃないかなっていうような市場心理働いていて、わざわざじゃあイーサは別に買わなくてもいいやっていうような動きになっているんじゃないかなと思ってます。なのでリキッドステーキングやリキッドリステーキングでのまあうまみっていうのがあまり感じられなくなった、まあ、そういうことを学習したユーザーが、まあ、イーサリアムを無理して買わなくてもいいやっていうような動きもなっているんじゃないかなと思ってます、まあ、もちろんこれに対して、まあ、デフレモデルっていうのもどん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 減少しているので、まあ、需要と供給のバランスっていうのが、まあ、割と供給の方に傾いているんじゃないかなと思います。
ここまでエアドロップのことやハイ FDV ローフロート問題、またイーサのロックっていうところのことを話してきたんですけれども、まあここまでですね、最初のまあ市場に人がいないとかビットコインの ETF に集中してるっていうケースもあれば、エアドロップトレンドであったりとかハイ FDV ローフロート問題から、まあイーサのロック、このような市場のトレンドの問題、これらの2つの事象が合わさることによって、まあ現在ですね、まだアルトコインバブルが来てないんじゃないかなっていうのは私の考えになります。しかしですね、今話した話って実はまあ前の話も後の話も割とピースがつながっているんですね。なので市場がですね、まあ回復、どっかのタイミングで回復とかすると、まあ一個ピースがはまって、そこから連鎖的に全てが解決してですね、まあアルトコインのバブルっていうのがまあ来る可能性もあるんじゃないかなと思っています。まあしかし、まあ現状はこういう状態だよっていうのを学習しておいてですね、まあ来たるべきアルトコインバブルが来るかもしれないので、それまでにですね我慢しておく必要はあるのかなと思います。でそれまでに無茶な投資とかをするのはやめて、今回のこの動画を学習して、まあ、現状どういう状態なんだっけっていうのを理解してもらえると幸いです。今回の動画では、なんでアルトコインバブルが今来てないんだっけ、現在どういう市場なんだっけっていうのを解説していきました。この YouTube チャンネルでは暗号資産の最新の情報や初心者向けのコンテンツを配信しています。この動画がためにならなと思った方は、チャンネル登録や高評価をお願いいたします。また今回撮影をしているこの場所ですが、東新宿にあるクリプトラウンジゴックスというスペースで撮影をしています。クリプトラウンジゴックスでは、昼はコワーキング利用が可能になっており、日中を含む夜はイベントの利用が可能になっています。イベントを利用したいなと思う方は概要欄に URL を貼っておきますので、そちらよりお問い合わせください。